取り戻した宝珠を見て王女と公爵は本当に驚いた。隣国ボルガの手に渡るのは時間の問題だと考えて諦めかけていたからだ。この功績で君はかなり株を上げた。ディーンの信頼は厚くなり、王女は君に微笑みかける。今後は衛兵から睨まれることもなさそうだ。こうして王位継承問題は決着した。近く前王の葬儀を執り行い、議会の承認を得た後、ディーン国王が新たに誕生するだろう。しかしディーンは物憂げな顔だった。ハイドランドの抱える問題は山積みで、新たな王が決まったとしても国を取り巻く情勢は厳しいままだからだ。国の西方からは多くのジグナック族が各部族を従えて攻め寄せている。彼らを防ぐために作られた地下要塞がオーク軍に奪われて久しい。常に領土を脅かす北のボルガ王国とは和平条約を結んでいるものの、ハイドランドが弱腰と見るや条約など踏みにじって侵攻してくるだろう。さらにこれらの敵対勢力と手を結び領内に導き入れているのが魔術教団モルネオンを名乗る闇組織の邪悪な魔術師たちだ。ディーンの話を聞いて前ハイドランド王がなぜあれほどドラゴンズクラウンを必要としたのか君にも理解できる気がした。やはりあれがなければ。ディーンがぽつりと小声でつぶやいた。大仕事を終えた君は冒険者ギルドで仕事をこなす日常へと戻った。君が冒険者ギルドに届いている依頼書を調べていると、その中に魔法使いルカインからの依頼を見つけた。依頼内容にはルーン魔法のことが触れられていたが、ルーンをよく知らないため詳しい仕事内容はわからなかった。君はギルド長サミエルにこの依頼を引き受けると告げて、まずはルカインに話を聞きに行くことに決めた。よく戻ったな。新しい仕事が来ているぞ。君は詳しい依頼内容を聞くためにルカインの塔へと向かった。ルカインが出した依頼を君が受けたと伝えると、それは心強いと言って彼は早速問題の説明を始めた。今でも聖域として僧侶から特別視される古代エリシア文明の遺跡がある。その神聖な遺跡が今悪魔たちに汚されている。浄化のために僧侶が派遣されたが、神殿を守るゴーレムが邪悪に返事近寄れない。そこで教皇庁からルカインに相談が来たらしい。ゴーレムはルーン魔法で動いている。ルーン魔法でもう一つ新たにゴーレムを作り出し、神殿のゴーレムにぶつけようというのだ。ルカインに代わって聖域跡へ赴き、ルーン魔法を使用するのが今回の君の仕事になる。君はルーン魔法がどういったものか知っているだろうか。説明が必要と思うなら彼に尋ねてもいい。よろしい、お教えしよう。そう言ってルカインは目を輝かせ、ルーンについての講義を聞きとして始めた。ルーンとは精霊や妖精が各地に刻んだ魔法文字のことを言う。君もこれまでの冒険ですでに見たことがあるかもしれない。ルーンに触れると文字が輝いて浮き出る。ルーンは3文字の組み合わせで様々な頂上効果を発する。それがルーン魔法と呼ばれるものだ。ただしルーンは
精霊か妖精がその場にいないと超常効果を発現しない。長くなりそうなルカインの講義をかいつまむと、そんなところのようだ。ルカインはルーンの刻まれた石を君に手渡した。彫像の足元に刻まれた2つのルーンを指でなぞり、この石のルーンを足して3つのルーンの並びを完成させれば彫像は動き出す。ともかく君は現地に行ってルーンを探してみることにした。わしに用かな。どれにするんじゃ。君はルカインの依頼を受けて古代遺跡の聖域へ向かう。そこでルーン魔法を使い彫像を動かすのだ。いらっしゃい。どれにするの。しぶせだ。君たちの動きは海賊に察知されていた。
この船の主エリオット・ピッドの名が記されている。海賊の隠れ家だ。奴らが襲ってくるぞ。海賊の手にあるのは魔法のランプだ。奪い取られたらまずいことになる。海賊がギリギリを乗り出した。ランプを海賊の手から奪い取れ。魔法のダンプは願いを叶え終えてどこかへ飛んで行ってしまったようだ。残りの海賊も いらっしゃい。どれにするの？戻ったか。
神々の時代、人々は聖域に神々の世界を目指す巨大な塔を築こうと試みた。だがその傲慢さに神は怒り、都市もろとも滅ぼされたと言われている。君たちは悪魔との戦いで傷ついた女僧侶の戦士と出会った。彼女はこの聖域を浄化するために僧院から使わされたものだ。浄化を行うには彼女が運ぶ聖印を神殿の祭壇に掲げなければならない。足をやられた彼女に代わり、君が神殿まで運ぶしかなさそうだ。
出番だな。楽勝、任せな。あがり、それどれどれ。Yeah!
君はルカインが話したルーンの発動方法を覚えているだろうか。この先で行く手を阻むゴーレムを攻略するにはこちらもゴーレムを作るのだ。動き出した彫像を見て悪魔たちが邪魔しようと集まってきた。君たちのゴーレムが神殿に近づくのを破壊されないよう守り抜けた。中央にある祭壇には禍々しい石板が掲げられていた。君が聖印に入れ替えるとまばゆい光とともに遺跡は浄化された。君は祭壇に掲げられていた禍々しい石板を持ち帰った。君が聖域から持ち帰った石板には何とも言えない禍々しさが感じられた。ルカインに依頼解決の報告の際この石板を調べてもらってはどうだろうか。